はい、こんばんは、後藤です。いつもですね、ブログを見てくださってありがとうございます。さて、今日はですね、えー、お試し商品で手を抜くな、という話をしていきたいなと思います。えー、今日なんでこの話をするのかというとですね、えー、まあ、結構お試しとか、まあ、無料ね、お試し価格とか、まあ、無料お試しとかやってる人っていると思うんですけども、まあ、これあの、無料だから、 とか、お試し価格だからといって、その金額に見合ったサービス、商品とか、まあ無料だからって、無料に見合ったもの、ただ同然の、まあ、ただで提供するに値するような商品サービスしか、あの、お客さんに提供できてないっていう人がちょっと多い、多いというか、そう考えてる人が多いんじゃないかなと思ったんで、ちょっと今日はこの話をしていくんですけども、あのー、これはまあ、結局、 どうしたらいいかっていうところで言うと、まあお試し商品で、本ちゃんの商品ですね。例えばお試し、えー、まあ通常価格5000円として、でお試しで1980円とか、まあ980円とかでまあ提供すると、そうじゃないですか。した場合に、まあ980円だからって、980円ぐらいの商品サービスしかやらない。で、やってると、じゃあ、 ちょっと考えてほしいんですけど、980円分の商品サービスしか提供されてないお客さんに、えー、じゃあ通常5000円なんで、次から5000円でどうですかって言われたところで、5000円買うかって多分買わないですよね。いや、こ,これぐらいだったら980円ぐらいだろうと思って、本ちゃんの,あの金額で買ってくれなくなる確率が高くなるわけですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、980円であろうと、 1980円だろうと、通常価格5000円で、その2回目以降5000円で提供したいんであれば、5000円以上の商品サービスのクオリティをお客さんに提供していくってことですね。でないと、あのー、金額以上の価値をもらったと思わないと、2回目っていうのは基本的にあんまり来ません。来ませんっていうか来ないですよね。で、まあ、いろんな、あのー、 まあ本とか読んで勉強してる人だとわかると思うんですけど、まあのロバート・チャルディーニ博士のですね、まあ影響力の武器とかに書いてる、まあ偏方性の家にとかね、そういうのも働くわけなので、あの、とにかく最初お試しの時点ではもう与える、与える。もうあの、これだけしてもらったんだから、なんか返さないといけないっていう、こう、気持ち悪い状態にお客さんをさせる。これだけしてもらったから、なんか、何かないですかと。 何かできることあったらやりますよぐらい言わせるレベルの、えー、商品サービスを提供していくのが一番大事な考え方というか僕らがやるべきお試し商品でやるべきことですねで。これやってないとリピートには基本つながりづらいです。つらいです。だから僕もですね結構時間がなくてですねお試しとか、えー、やるんですけどお試しでやっぱりなかなかね、えー、時間が割けないときっていうのはすごいこう 良、まあ、くないなと思うんですけども、やっぱそういう時ってお客さんも感じ取りますし、えー、そこは自分で反省しながらもっともっと貸し提供していくべきだなと思うわけですね。まあ、今やってる僕のサービスだと、あの前募集した、えー、心臓破りの90にしていありますけど、これはまあ今週の土曜日に、まあ、セミナーやるんですけど、その会場費とかももちろん僕出しますし、それもあの有料で教えるような内容も教えるし、会場費をも、まあ、 ね、負担もしますしって感じでもちろん無料ですよ参加セミナー参加無料でもう提供してるんでそれぐらいねあの何、ー、て言うかなサービス商品サービスのクオリティを下げずにですね、えー、通常の価格以上できればそれ以上の価値をもたらしてあげるぐらいの商品サービスを提供していったら、えー、いいんじゃないかなと思います ということで、今日は、えー、お試し価格で、えー、なんだ、お試しで、まあ、えー、通常以上の価値を提供しろという話ですね。をお届けしていきました。で、そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。ではまた。